こんばんは、スクです。小説を読むような推理ゲーム、シャーロック・ホームズの冒険。第5回、独身の貴族。読んでいこうと思います。これはまだ私が結婚をする前、ホームズの家で同居をしていた時の話だ。私は昔、戦争で負った片足の古傷が痛み、一日中家にこもっていた。ホームズは午後に散策へ出かけていたので、私はすることがなく、暇を持て余していた。そうしていると、ホームズが屋敷へ戻ってきた。お帰り、ホームズ。君宛てにいくつか手紙が来ていたぞ。ああ、そうか。ホームズは高級そうな手紙を手に取り、封を開ける。今朝来ていた君宛ての手紙は、魚商人と、乗船税監視からだったな。そうだ、僕が文通をする相手はバラエティに富んでいて退屈しないな。君の交友関係の広さには脱帽するよ。まあこういうのは身分の低いものからの方が面白いもんだ。クエスチョン1、なぜホームズは身分の低いものからの手紙の方が面白いと言ったのか。身分の高い人の手紙はなんか高圧的でつまんないかな。なんだろう、嫌味嫌味かな。あ、嫌味か。身分が低い方が最悪な目に遭うから。身分が高い人は頭が悪いから、使用人がいないから。あー、そういうことか。本人が直接書くから面白いってことか。身分が高い人は使用人に書かせるからもう面白みがないってことかな。そういうことかな。お、解説。身分が高いと使用人たちがそばにいるため監視の目が多く、不可思議な事件は起きづらいが、ああそういうことか。身分が低いと人を雇うことができないので、目撃情報が少なく一見すると不可思議に思える事件が多くあるというのが持論。まあよくわかんない理由だった上流階級からの手紙を読んでいたホームズはにやりと口元を上げる。ほほう、これは最終的にはちょっと面白くなるかもしれんな。社交の手紙じゃないのか。いや、これは間違いなく仕事の依頼だ。イギリスで一番の上流貴族からのな。それはおめでとう。まあ私は事件が面白ければ身分などどうでもいい。それにワトソン、君からの情報が必要だ。私の情報？君は私が帰ってくるまでの間熱心にしていたことがあるだろう。クエスチョン2、ホームズが出かけている間ワトソンは何をしていたのだろうか。え？何してたの？あ、新聞読みまくってたのか。そういうことか。超新聞の束があるけど。なんで？まあ、新聞でしょ。はい。やったぜ、正解。解説。ワトソンの周りにはたくさんの新聞が散らばっている。ホームズがいなかった数時間、ワトソンはこれらの新聞を隅から隅まで読んでいた。他にすることないんかい。なんか絵を描くとかさ。ないんか。ああ、新聞か。そうだ。僕も毎日新聞を読むが、犯罪ニュースと身の上相談の欄しか読まないからね。それで、新聞と君の手紙と何か関係があるのか？この手紙の主は、セント・サイモン教からだ。ああ、その名前は新聞でも有名だ。手紙では、あと1時間後にここに来るとある。それまでに彼のことが知りたいんだ。彼の記事を教えてくれないか。ホームズは新聞を一つ拾い上げて私に渡す。いいだろう。一番古い記事はこれだ。何週間か前の日付で、噂のバルモーラル公爵の次男セントサイモン教とアメリカのアロシアス・ドランデンの一人娘ハティ・ドランジョーの挙式が行われる模様とある。もう名前が覚えらんないな。それだけか？
他の新聞ではハティ・ドランの持参金は6桁を大幅に超えると言われており、セント・サイモン教は小さな辞書以外の財産を持っていなかったため、お互いにとって利益のある結婚だと書かれている。お互いね。クエスチョン3、ハティ・ドラン城が得る利益とは何か。まあ、貴族の地位じゃないのか。家、地位、財産、素敵な旦那様。一番下のこの素敵な旦那様であってほしいね。そういう、なんていうの、政略結婚じゃないことを願うけど、まあ地位でしょう。正解。解説。ハティ・ドラン城はあらゆる成り上がりで、お金はあるが地位がない。そのため公爵家の次男と結婚すれば公爵という地位を手に入れることができると新聞には書かれていた。うん。他にはないか。あるよ、山ほどな。今新聞はこの二人のことばかりを書いているからな。そしてハネムーンの予定地も書かれているな。予定地、つまりハネムーンはこれからということか。結婚式は行われたのに。いや、今となってはいつハネムーンが行われるかわからないな。クエスチョン4、結婚式を挙げた2人がハネムーンに行けない理由は。なんすかね、世界的流行の病気が。そのせいではないでしょう。なんだろう、お金がない、ハティ・ドラン城が失踪、セント・サイモン教が失踪、アルアシス・ドランが失踪。ここに来るのが、セント・サイモン教でしょ？セント・サイモン教から仕事の依頼の手紙があって、あと1時間ぐらいでここに来るっつってるから、ハティ・ドラン城が失踪したのか。お、正解、やったぜ。解説。手紙の主はセント・サイモン教だ。ハティ・ドラン城が失踪したため、セント・サイモン教はハネムーンに行くことができない。なるほどね。一体、いつ消えたんだ？結婚式の朝食の時だ。なるほど。これは思ったより興味深いな。実際、極めて劇的だ。花嫁が挙式の前に消える事件は多いし、ハネムーン中に消えることも多い。だが、結婚式の朝食時に消えたというのは記憶にない。ハティ・ドラン城が失踪した後の昨日の新聞だが、こんな記事も載っている。教会で式を挙げた後、全員で朝食を取るために移動した際、そこへフローラ・ミラー城が現れ暴言を吐いている。ただハティ・ドラン城は彼女が来る前に家の中に入っていたので、フローラの暴言は聞いていない。ただ朝食の途中に突然気分が悪いと言い出し部屋に戻った。花嫁がなかなか戻ってこないので様子を見に行ったところ、部屋にはいない。メイドが言うには、一瞬部屋に来ただけでコートと帽子を取り上げると廊下を走っていったと証言している。玄関にいた従僕も彼女を見ているが、まさか結婚式を挙げたばかりの女主人だとは思わなかったそうだ。なるほどな、大体わかった。あとはセント・サイモン教を待とうじゃないか。独身の貴族2。セント・サイモン教にはご機嫌麗しく、ホームズはセント・サイモン教を出迎えると、近くの遠い椅子に座るように勧めた。私には極めて辛い事件なのだ。ひどく傷ついた。お話を伺ってもよろしいでしょうか。ここにある新聞の記事には全て目を通しましたが、それ以上のことは知りません。ホームズはセント・サイモン教に新聞を渡す。ああ、ここに書かれていることは本当だ。ハティ・ドラン城との出会いはアメリカですか？そうだ、ちょうど1年前だったな。私はハティを好んでいたが、まだ深い関係ではなかった。そうですか。ハティ・ドラン城の父は非常な資産家ですね。どのようにして資産を築いたのでしょうか？鉱山ですよ。数年前までは無一文だった。だからハティは学校で勉強をするというよりも、自然の中から知識を取り入れていったタイプの女だ。じゃじゃ馬とでも言うのか。クエスチョン1、自然の中から知識を取り入れるというのはどういう意味だろうか。
どういう意味だろう、食べられる野草がどれとかそういうこと。なんだろうね。学校に行くお金がなかった、まあそうじゃない。学校でいじめにあった、これは違うでしょ。天才だった、学校が嫌いだった。天才かどうかはどうだろうね。まあ学校に行くお金がなかったってことなんじゃないのかな。ただまあ自然の中から知識を取り入れるっていうのはある意味天才じゃないとできないような気もするけど、まあ一番上の学校に行くお金がなかったでいいんじゃないか。正解。何のひねりもないな、この問題。解説。無一文の家にいたため学校に通う余裕がなかった。鉱山のキャンプを自由に走り回り、森や山をうろついて自然を体で学んでいた。なんか妖精のようだな。そんな彼女がロンドンに父親と来た時に再会して婚約をし、結婚をしたというわけです。なるほど。結婚式の前にドラン城に会いましたか？ええ。元気そうでしたか？これ以上ないほどでした。二人の生活をこれからどのように築こうかと話していました。なるほど、興味深い。それで結婚式の朝は？彼女は最高に上機嫌でした。式の後までは。式の後で何か変化があったのですね。はい、あんな彼女を見たことがありません。おそらくはあの出来事が原因なんです。すべてを話してもらえますか？私と妻が教会付属室に向かっていた時に、妻があるものを落としました。その時ちょうど信者席の前を通っていたので、信者席の中に落としてしまったのです。その時、信者席にいた紳士が、それを妻に手渡したので、大事にはなりませんでしたが、妻はこの出来事に触れると、不愛想な返事しかしませんでした。あるもの？クエスチョン2。神父のハティ・ドラン城が落としたものは何か？なんすかね。なんだろう。花束？ブーケってやつかな。そういうことかな。まあ、それしかだって手に持ってないからね。正解。解説。ハティ・ドラン城は移動中にブーケを落とし、それを信者席にいた紳士に拾ってもらった。これそんな重要なのか？ブーケを落としたんですか？ええ、私は大したことはないと言ったのですが、花嫁にしてみれば、ブーケには特別な思いがあったのかもしれません。私の何気ない言葉が彼女を不機嫌にさせてしまったのだと思います。ふむ、それで？結婚式を終えて家に戻りました。その時には不機嫌そうな表情をしていたと。はい、そうです。そうそう、その時妻がメイドと何か話をしているのを見ました。メイドとは誰ですか？確かアリスです。アリスは妻とほとんど年が変わりません。それもあって妻はアリスに対して自由にさせすぎているように思いました。メイドと主人の関係を超えているようにも見えましたし。クエスチョン3。セントサイモン教の言うメイドと主人の関係を超えているというのはどういう関係だろうか。まあ友達っぽいってことじゃないのかな。恋人、友達、関係が逆転している親子、友達じゃない？正解。解説。ハティはアリスを友達のように感じており、何でも相談していたのだろう。その後朝食をとっている途中で妻は退席し、その後街で妻とフローラが連れ立って歩いている姿を見られています。フローラ・ミラーですね。彼女との関係は？私は数年前まで彼女と付き合っていましたが、別れました。ただ、その後も彼女はしつこく連絡をしてきていて、結婚をするという手紙を送ると、脅迫めいた手紙を送ってきたんです。だから私はこの結婚式が無事に終えるかどうかが不安だったというのが、正直なところでした。クエスチョン4。
フローラ・ミラーはなぜ脅迫状のようなものを送ってきたのか。まあまだサイモン卿に未練があったのかな。まあ嫉妬みたいな。サイモン一族に不幸になってほしかったから。そりゃ露骨すぎるだろ。セント・サイモンをまだ愛していたから、これじゃないのかな。ハティ・ドラン城とは友達だった。あ、これ、いや違うか。ドラン一族が嫌いだった。まだ愛していたからでいいんじゃない？おお、正解、やったぜ。解説。フローラ・ミラーはまだセント・サイモン卿が忘れられなかった。だからこそしつこく連絡を取り、ハティ・ドランにも接触して別れるように伝えようとしていた。なるほど。この恋模様どうなるんだろうね。だって、ハティ・ドラン城はさ、サイモンのこと多分そんなに愛してはなかったでしょ。まあ、嫌ってはないとは思うけど、それまで上機嫌だったっつってたからね。でも、このフローラ・ミラーほどじゃないよね。この人だってもう脅迫めいた手紙を送っちゃうぐらい、まだ愛してた、まだ忘れられなかったんでしょ。で、直接この二人が会っちゃってるんでしょ。どうなっちゃうんだろう。気になるな、続き。このことを私は警察に伝えていたので、当日は警備の私服警官が二人来てくれていました。そのおかげで、フローラが暴言を吐いていたところを警備の者が取り押さえ、ことなきを得たのです。なるほど。なのにその後、フローラとハティが並んで歩いているところを見かけたという目撃情報があったわけですね。ああ、そうだ。ロンドン警視庁のレストレード警部は、フローラが妻をおびき出して何か恐ろしい罠を仕掛けたのではと見ています。わかりました。最後に一つだけ。事件当日は朝食の席から窓の外を見ることができましたか？窓の外？はい。道の反対側とハイドパークを見渡すことができました。そうでしょうね。もうあなたから情報を聞く必要がありません。わかりました、ホームズさん。あなたが運よくこの問題を解決できればいいのですが。セント・サイモン卿が立ち上がると、ホームズは心外だなという表情をした。いや、すでに解決している。え？明日の夜、またここに来てください。すべてをお話しいたしましょう。ホームズはそう言うと、不敵な笑みを浮かべたのであった。おお、どうなるんだろう。続きが気になるな。独身の貴族3。翌日の夕方、ホームズの屋敷には5人分の食事が用意されていた。ホームズ、セント・サイモン卿以外に誰か来るのか？ああ、そうだ。そのために私は昼間に出かけていたんだからな。しばらくするとセント・サイモン卿が姿を現した。来たぞ。あの伝言が昨日の答えなのか？ええ、そうです。その上でここにいらしてくれたことを感謝します。全く不愉快だ。そう言って昨日と同じ椅子に座る。もし私の説得を多めに見ることができないようでしたら、もっと上手に説明できるものを紹介します。廊下を歩く音が聞こえてきたかと思うと、ホームズはそのドアを開けた。フランシス・ヘイ・モールトン夫婦をご紹介します。二人が姿を現すと、セント・サイモン卿はスクッと立ち上がった。夫婦がセント・サイモン卿に駆け寄り、手を差し出すが、セント・サイモン卿はその手を取らなかった。クエスチョン1。セント・サイモン卿が握手を断った理由は何だろうか？何だろう。全然わかんないや。夫婦の身分が下だから。夫人が見知らぬ人だから。夫人がハティ・ドランだったから。そうなの？夫人がフローラ・ミラーだったから。わー、どれだろう。身分が下だからっていうのは関係ないと思うんだよね。だって結婚しようとしてた相手身分下でしょ？だ多分身分はそんなにそこまで気にしてないんじゃない？ってことはハティ・ドランかフローラ・ミラーじゃない？
フローラかな。違った。違うか。じゃあハティードランだったのかな。正解。うわあ、マジで？他の人と結婚しちゃってたの？解説。現れた夫人はハティードラン。だがすでにフランシスと結婚をしていたので、セントサイモン教は彼女の裏切りを許せなかったため、握手ができない。マジか。怒っているのね。当然よね。私と友人はしばらく席を外しましょうか？ホームズが提案するが、ハティは首を横に振った。いいえ、ここにいてください。私に起きたことを話したいの。私はフランシスのことを愛していました。ですが、彼と連絡が取れなくなって死んだと思っていたのです。それであなたと結婚をしようと思っていました。フランシス以上の人なんていないのだから、誰と結婚をしても同じだと思っていたから。でも彼は私の前に現れました。クエスチョン2。フランシスはいつハティの前に現れたのか。結婚式の終わった後の朝食の後の窓から見えたんじゃないか。牧師に扮していた。ブーケを拾った農民の男、これか？ブーケ拾った男か、もしかして。食事を運ぶ給仕としてフローラ・ミラーに頼んで。ブーケの男か。うおー、正解。マジか。解説。ハティは信者席にフランシスがいるのを見つけ、ブーケを落としてコンタクトを取った。わざと落としたのか、ハティ。なんて女。ブーケをわざと落としてフランシスとコンタクトを取ったのですね。はい。あの時しか彼とコンタクトを取るタイミングはありませんでしたから。あの時の紳士がお前か。セントサイモン教とフランシスは視線を交わす。そしてその時にフランシスさんはあることをしたんじゃありませんか？あること？私は首をかしげてホームズを見る。よくありがちなことだよ。クエスチョン3。フランシスが行ったことは、まあ駆け落ちの手紙かな。落ち合おうみたいな。結婚式が終わった後ここにおいでみたいな。そんな感じかな。ブーケを渡すときに耳打ちした。ブーケを渡すと同時に手を引っ張った。ブーケを渡すときに手紙も渡した。これじゃない？ブーケを渡すときに毒を持った。じゃあ今生きてねえだろ。手紙。よし、正解。解説。フランシスはブーケと一緒に手紙をハティに渡した。そこには合図を送ったら出てきてほしいと書かれていた。フランシスさんは食事中の夫人に外から合図を送り、夫人は気分が優れないことにして外へ出たのです。その時に屋敷を追われたフローラ・ミラーさんにも絡まれたでしょうが、夫人はフランシスさんのことしか考えられなかったでしょうから、大した妨害にもならなかったでしょうね。一つだけ確認させてくれ。ハティはこの男を見た瞬間から全てを投げ出すことを一人で決めたのか。セントサイモン教はゆっくりとホームズに投げかけた。その質問の意図は分かりかねますが、ハティさんは一度相談をしていますよ。クエスチョン4。ハティが相談をしたのは誰か。それはメイドのアリスじゃないのか？お、急に勢揃いしたな。フローラ・ミラーはこんな人なんだ。メイドのアリス。黒目がでかいな。フランシス。これが駆け落ち相手のフランシスか。で、セント・サイモン教。まあ、メイドのアリスでしょう。正解。解説。ハティはずっとそばにいたアリスに全てを打ち明けていた。その結果、フランシスの元へ行く決意をした。なるほど。メイドのアリスにそもそもサイモン教がよく思われてなかったんじゃない？だからメイドのアリスにもっと親切にしとけば、アリスもいやいや、サイモン教ほど素晴らしい旦那はいませんよっつって、丸く収まったのかもしれないね。あの時の姿はそういうことだったのか。わかった。私はこれで失礼をするよ。別れる前に握手だけでもしてもらえませんか？
ハティが再度手を差し出す。いえ、結構ですよ。それで満足するならね。セントサイモン教は手を伸ばして、よそよそしく握手をした。できれば仲直りの食事に同席いただけませんか？ホームズが提案をするが、セントサイモン教は首を横に振った。それは少しばかり望みすぎかと思います。それでは失礼。悲しみのセントサイモン教だな。そう言うとセントサイモン教は部屋を出て行ったのだった。終わっちゃった。ちょっと悲しい話だったな。なんだかね思ったほどあのフローラミラーは話の中に活躍してこなかったな。もっと引っ掛け回してくるかと思ったらそうでもなかった。それじゃあ次の話はまた次回、眠れない夜に。それじゃあまたね、バイバイ。